さん。どなたですか？あ、しんいち、しんいち。南川さん、黙ってください。聞こえへんよくなるから。使い物なら。あ、いた！お前、やばいですよ。しんちゃん、なんすかこれ。うわー、なにこれ、こわーこわー、何これ、怖い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 、こわー、なんすかこれ、ほんまに何かわからん、扉ないやん。うわ、待ってください、これほんまになんすか。あー、寒い寒い、もう何も食べてないのに、僕。ちょ、お前静かにしろよ。お前大きい声ばっかりした。マジで何これ、これ何これ。うわー、そんなほんまに無理やねんな、これ。見立てしかわからん、見立てさんしかわからん、指名手配されてんの。クイズに正解してこの部屋から脱出してください、で？無理や、僕苦手やもん、こんなん。なんで細川不明やねん。まあ、テレホンからさ。前席。ほんまや。綺麗っすね、やっぱ。結構価値あるやつ。どうでもいいねん。ちょっと待って。ちょっとまだ癒される。いや、待てよ、お前。はい、これ、50度しかないぞ。ほんまや。限られてるよ、これ。電話番号でも連絡取ってないもんな。いや、そうやね。わからへん。俺、実家と、嫁の携帯も覚えてんねんな。さすが。もうあって、ちょっと一回かけてどうすんの。できるかどうか考えよう。あ、そっか、ヒント聞くってことか。24もあんのか。いや、答えれるのどれやろな。あ、これとか。難しそう。マッチ棒を2本動かして倍にせよ。これできそうやけどな。あ、これはわかるやん。これわかるやん。俺これわかるで、これ。地球上で人間を最も殺している生き物みたいな、これも有名な問題。何ですか、ちなみに。蚊。蚊、うん、はいはいはい。あ、お、え、押せるの。押せます。押せる。おー、あー、待って。何これ、押し切る。いけ。おーい、そっか、向かいしたらって。どこ、おい、どこ？これこうやって広げていくんか、これ。はあ。そういうことか。待って、わかった。何？ほんで開けていって出る？ああ、そういうことね。待って。これ無理なんや。押せな。正解しないと抜けない。押せな。そういうことか。正解してないから。離れてると。いや、リングが広がらないから、だから近いところを正解していく。僕の細さとかやったら。うわ、よくできてんな。あ、この辺までで出れますな。なんでお前だけやねん。二人で出るあかんやろ、そんな。卓球の試合中タオル足を拭いていいのは。俺の親父卓球してんねん。前ですか。毎日卓球してる。まあ、じゃあ俺とりあえずさ、俺親に電話するわ、じゃあ。ああ、なるほどね。俺こんな多分時間から俺親父の体経験人数聞くの嫌やな。うわこれやだな。これは避けたいな。かかった。ヘリめっちゃ速いんじゃん。かかる。場所によっては。いないか。もう無理。あ、違う。これは減らないのか。出てから減るからね。ダメだ、いないな。くそ。あー、いない。ちくしょう。うわ、懐かしいな、俺。懐かしいっすね。じゃあ俺嫁に電話して誰にかの電話番号分かるんか。ああ、それもできるやろな。だから、その人に電話してクイズのやつを聞いて、嫁さんに聞いて、そのプラス嫁に電話番号聞くん。賢そうな人。そうそう。そうで、奥さんに電話して誰の番号知ってるかやね、奥さんが。うん、マキオさんの電話番号知ってるんちゃうか。マキオさんの借り合いで働いてんねん。え、誰がすか。俺の嫁。え、そう、バイトしてるんですか。そうだから、マキオさんにやば電話できるかも。一気に聞いた方がいいですよね。なんでそんなマキオさんが頼りなの。賢いの。怖
この時間帯で 何してたかな。あ、出た。もしもし。あ、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 俺。あ、何？どうしたの？なんで一人じゃん。あの、ちょっとな、急いで聞きたいことが三つあんねんけども。言葉すぐ出てこないで。何？あの、メモできる今。さっき電話番号。携帯番号でもいいから。電話番号ね。あ、なくなるの。やだ。早く。やばい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 。結構早いね。いけるいける？うん、いいよ。いくよ。現在日本で指名手配されている犯人10名答えよう。それが1個。それが1個。はい。一番画数が多い常用漢字答えよう。何？画数の多い常用漢字を答えよう。画数の多い漢字。うん。常用漢字。常用漢字。うん。常に用いるって書いて常用で、食パンは何の略か答えよう。なんて食パン略？うん、あ、略か。これ3つネットで調べてくれへん？分かった。でプラスマキオさん、カモメントのマキオさんに電話番号聞いて番号うん、ほんで30分後に電話するから。やばいやばい、減ってるね。教えてね。お願い、切るな。バイバイ。43、使いすぎやって。や無理やろお前、そんなもんマジでめっちゃ使ってる。しょうがないやろ今の。めっちゃ遅かった。嫁さんも常用漢字くらいわかるやろ。消えていくのがお前、消えていくのがめちゃくちゃ早いねん。これ減っていくの、これ。確かにマジめっちゃ腹立った今の。腹立つやんお前。腹立つなお前。嫁さんマジ勘悪いし、もう使い物ならん。あ、痛っ。お前やばいっすよ。いや頑張った方が今の。うん、剣の話しましょう。いくよ。メモとけよお前。メモって。もう順調だな。まずは指名手配か。指名手配ね。もうすぐ。これで聞くのか。あ、もしもし。あ、もしもし。はい。え、じゃあいける？いける。じゃあいける。指名手配、じゃあ10に言って。俺言うから。いい？うん。いくよ。小暮博士。小原克幸。植木健也。植地健也。ああ、俺なんかわかるわ、うん、この人。見立て新一。林正一。ああ、林正一。うん。吉田剛。うん。宮内雄大。李海。うん。落ち清。又吉武雄。うん、これで10人。これで10人、OK。うん、常用漢字、画数多い常用漢字何？常用漢字、画数多いのは、うつ、29画。うつ。うつね、期間期はやな。それ。期間期、OK、わかった。で、食パンは何の略？食パンは、主食用パン。あ、主食用パン。主食用パン。マキオさんの電話がわかる？はい、はい、わかる。090。090。オッケー、ありがとう。はい、頑張って。はい。オッケー、37。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これは3ついったやろ。とりあえず、だから今の10人と、うん、打つ。いきます。おー！待ってた。オッケー、オッケー。やったー、これか。ここ順調だ。よっしゃー！いやー、いけー！あー、いった、いった、いった。やったー。これやー。よし、いけた。そして打つ。打つね。うん、あ、つながった。うん、いけた。あ、いった。やっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。これやっぱ初めての2連ちゃんの2連ちゃん。よし、そしてこのままいきますよ。食パンとは何の略か。主食用パン、うん、お客様ありがとう。ありがとうやろ。ありがとうございます。ほら、嫁さん、ありがとう。よっしゃ！いや、オッケー、オッケー。これはでかい。ちょっと待って。これ相当空いてるやんけ。出れるよこれ。もうこことここで出れますよ。バイキング答えよ。ロマのナンバー4桁を答えよってありますよ。なんだあれ。いやでもこれ無理やわ。これは無理やって。これ無理ですか。うん、だからやっぱタッちゃんと四十八っている。あ、そうや。じゃあマサヨちゃんに。四十八って、いやでもね、四十八ってね、いけると思うんですよ、聞いたら、うん、
誰かに聞いたらいけると思うんですけど、四重八ってめっちゃ取られます。そうやわ。だからこれ結構危険なんですよ。です、ね、確かにな。太陰の四重八って覚えてます？1回は読んだことありますけど。正常位、正常位、騎乗位、駅弁も空いてたの。おぉびっくりした。もうあれめっちゃ怖い。もうびっくりした。入れ方あるやろ。入れ方めっちゃ怖い。うわちょっと待って、うわブライアント。えブライアントや。うわなんでこれやん。近鉄バカロスのブライアントや。なんか意味あるのかな。なるほど。風味といい。できれば使いたくないな、これ。メニュー表結構いいよ、これ。必要なやつね。わ、灯油やっぱり10度。何がっすか。灯油10度。そういうことなんだ。これ度数取られんの。そういうことか。毛布か。いやでも灯油もらう。どう。灯油は欲しいっす。これさすがにこれ風邪ひくよな。灯油マジで欲しいっす。毛布何度。毛布8なんですよ。あ、毛布8か。8はえ、でも毛布は永続的やぞ。ちょっと灯油行きません。マジで相当寒いな。海へで灯油10度使わせてください。うん。あ、うわちょっともう怖いな。もう激しいな入れ方が。ちょっと待って。うわ少ない。少ない。1リッター。少ないわ。お前だから言ったやん。そんな持たない。待って、ね、少ない。絶対毛布の方が良かったって。すごいなくなりそうだ。え、これでもどうやって10度なくなったのかな。減ってんちゃいます。え、何度で終わりました。37。カード1回入れて27なってる。ほんまや。なんで待って、すご完璧やん。え、何これ。どうやってんの。じゃあマキオさんに電話してみるか。マキオさん行きましょう。もうしてみようか。マキオさんに何を聞くかをまず決めとかなか。マキオさんに上野動物園。あ、上野動物園と NHK と楽園。いやー、と東京テレポート。うわーえげつな。お前キングオブコントのチャンピオンに何やらすねん。お前マキオさんはでも早稲田やから頭のいい人知ってるはずやん。1から100番までのやつを聞いてみるか。一回聞いてみます。お願い、マキオさんお願い。そうね、マキオさん今カレー中ちゃうか。もしもし。もしもし、マキオさんですか。おお、南川です。おうおう、どうしたん。マキオさんってあの早稲田でしょ。理系でしたっけ。あ、いや文系。文系かい。勝手にこんな言われのないツッコミないよね。電話が怖いから電話よこされて。文系かいって。マキオさん、あの上野動物園のフラミンゴ、うん、何羽いるか調べれます。うん、調べられるよ。ほんまですか。上の、じゃあちょっと、じゃあ15分後電話します。うんうん、はいはい。優しいな。いや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 、しゃあないやん。遅いっすって南川さん、さっきから。何がやん、文系やったし。それはしゃあないやん。人の悪口で食ってる2人ですからね。何やねん、その顔。それは衝突するよ。きついわこれ。何時間も南川さんと一緒。お前さ、もう口にすんなよそんなこと。しょうがないやろ。同じ大阪松竹出身やないか。もしもし。あ、マキオさんすいません。あの、はい、分かりました、フラミンゴ。うん、分かった。分かったんすか。何匹ですか。何番。あの、2017年の情報だけど。2017年の情報、うん、情報だけど、うん、はい、それは40匹って書いてある。 40羽ですか、うん、もうちょっと前の記事だったらなんか31匹って書いてあるけど。何ができんねん。最新新しいものの情報だと40匹。40は分かりました。じゃあまた連絡します。すいません。はい、すいません。だから嫌なんです僕、マキオさん。調べてくれてたやろ、うん、お前な、それはないぞ。何の状況も分かんない。なってくれた人に対してそれは、マキオさんその態度おかしいぞ。マキオさんほんま無理っす。秋は完璧だよな。いや、あの、あ、自分の妹は信頼できますよ。じゃあ一回言おう。上野動物園のフラミンゴは40羽。40羽、うん、どうなんだろう。グーン。あ、違うんだ、やっぱ変わってんだ。マキオ、これどうしよう。
次嫁がまあ渋谷は時間かかるよな。ちょっと南川さん、あ、ちょっと休憩しましょうか。いや休憩はずっとしてるやん。休憩、いや食べながらでも頭回らないです。ちょっとカップラーメン食いたい。何やねん。チョコレートか、チョコレートハンモックしましょうよ。頭確かにな、マジで甘いもん入れとかんと。チョコレート半分で一応一応トイレットペーパーもいい。それはお前もやから、どっちも使うから、うん、来た一度なら、ね、あ、でかいでかい、おおっしゃー、でかいよ、うん、でかいよ。チョコなんだ、食べたい。いやこれ嬉しい、よし、じゃめっちゃ嬉しい。ちょ、さすがにな、あ、いいよ。ああ、初食事やん。いや、これ元気出ますね。出る、めっちゃ元気出る。全く理解できない。一回じゃあ俺一回自宅電話していい？自宅、俺の自宅、親、はい、あ、ほんで卓球聞くんすか。卓球、卓球、あ、いいっすよ。もしもし、もしもし、もしもし、お父さん、サトシ、卓球お父さんしてるやろ。うん、卓球の試合中にタオルで汗を拭いていいのはいつなん。ね、2人のポイント、ポイントあるいは点数、2人のポイント、うん、点数が 6点になったら、2人のポイントが6点になったらタオルで拭いていいの。汗拭いて、公式の試合はそうやと思う。あ、そうなんだ。ほんで、お父さんの、え、お父さんの経験人数は何人。なんて経験人数何人。経験人数、うん、1人やんか。お父さん経験人数1人1人やんか、お父さんしか言ってないやんか。あ、そうだ、分かった、分かった。じゃあ気まずい、気まずい、めちゃくちゃ気まずかった。なんすか、一人や、それしかないやないか、うん、ただ卓球で試合中タオルで汗を拭いていいのは二人のポイントが6ポイントになった時。へえ、知らなかった。親父違うんだ。えほらな、ほら経験人数も嘘やし。いや、嘘じゃないやろ。え、何が違うやろ。でもさ、経験人数1はだから、おとん、うん、行こう。おとん行きましょうか。期待できないな。あ、こんにちは、お母さん、しんいちです。もしもし。はい、お父さんおる。どなたですか。あ、新一、新一、上野新一、あの、あれ俺詐欺よ。4月21日まで警戒してんじゃないですか。本物の新一じゃない。やっぱこうなっちゃいますよ。お前ちゃんと俺俺詐欺だ。4月21日まで、はい、なんかもう時間イラ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 イ今、まあ、番組でね、今ちょっと監禁されてんのよ。なんて番組で監禁されてて、うん、お父さんある。お父さんはいないよ。なんでお父さんは。だってこれ殺したもん。え、ご飯食べに行ってるから。なんでお父さんじゃなかったらダメな。そうやね、お父さんじゃないとあかんって。お前もう もう一回かける。お父さんあと何分。もう早く切れよ、早く、もういいから。いや、もう無理だよ。何してんの。お前切る、使いすぎ、使いすぎ。どうぞどうぞ。何してんねん、お前、何してんの。お父飯食いに行ってた。新一はまだ何も聞き出してないですから。でも俺先だと思われてたやろ。俺は先が生まれてたやん、お前。おたく誰です。さっき電話してたやん。さっき電話してたやん。さっきは答えてくれてさ。はい、もしもし、ごめんごめん、どうやった。もしもし、もしもし、もしもし、聞こえる。どうやった。いい、うん、言ったんだ、うん、楽園渋谷道玄坂店の777番台はバロウ、うん、月光の、月光の、うん、旅人絆、ギガゴーストバージョン。ギガ？ギガゴーストバージョン。バージョン。オッケー、わかった。ありがとう。はい、お願い。助かった。はい、キュッ。いきます。マサヨちゃん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 。でもまだ全然見られない。めっちゃ来たね。マサヨちゃん、最高っす。よかった。だいぶ開いたね、うん、いや、めっちゃ開けましたよ。3、4、5、6、7、8、9開いたんか。1でおとん答えてくれますかね。
1で行こう。1で間に合う。行こう行こう。じゃあ音いけるかな。1で音行こう。いやーこの実家怖いな。1で頼む。大丈夫です。あ、お父さん。父さんごめん、新一です。あのね、経験人数って、あの、生涯何人ですか。俺の。はい。もうこれで、時間なくて。ちょっとバカバカやってんだ。カードカードがなくなっちゃった。何やってんだバカ。早くもう一回かけろ。早くお父さんもう気分が悪いだろ。じゃあかけろお前。危ねえ、もったいないな。もう俺の夫婦でごめんお父さん、時間なくてごめん、うん、何人だろう、覚えてる範囲でお願いします。みんなひっくるめて。うん、ひっくるめてひっくるめて。ひっくるめて。そうね。すぐ切るから。言ったら。ひっくるめてなかったら何って言うの。だいたい十時ぐらいちゃうか。はい、ありがとうございます。なんか言ってあげてる。親父十人。生々しいな。一でした。一でしたから、それ一足してください。あなたたちの10人はきついな。の経験リアルな数よ。10ひっくるめてってなんだよ。なんかあるんですかね。そのなんかある、ね、途中までとかなんか お店も入れるとかなんかあるんですかね。僕の親父は1です。足した数お願いします。11人。負けた。これはダメージでかいね。うちの親父が圧倒的に負けた。親父10か。あくで決まってるやん。あ、いた。よし、とりあえず1は1やからな。 OK、 うん。はい、もしもし。あ、もしもし、あの、どう先生来た。あ、来た誰。うん、全員来た。嘘。うん、はいよ。かなえ、うん、090。うん、はい、で歌手。うん、090。先輩が聞いてくれてんのに、うん、隣でラーメン食うなよ。はい、音立てては食えないよ。くないよ、後輩として。お前もう俺が電話してる時に食うようなったら終わりやよ、ね、お前、うん。これは冷めたらだってな。冷めたらだって普通の水ドリンク飲んでると変わらないじゃないですか。俺ずっと必死に電話してた。お前何食ってんねん。歌手さん、歌手さん、新一です。お見送りに新一です。はいはい、ちょっと、しんちゃん、ちょっとあの監禁されてて、ちょっとクイズ答えてほしいんで、調べてほしいんですけど。落ち着け、うん、はい、タイの四十八ってあるじゃないですか。タイの四十八って、エロいやつ、はい。10分後かけ直すんで、答えれるようにしといてもらっていいですか。携帯見ながらとかでいいんで。何ちゅう後輩だよ。了解です。はい、優しいな、みんな。早いね、受け入れんのは。あの、すぐ調べてくれるな、くれ。ゆっくりっていうのはなのでゆっくりって感じ。歌手さん、行きますよ。アジロ本店。アジロ本店。うわ、これ大変だな、書いていくの。アジロ本店、使うぞこれ。はいはい、どんどん。スプレチャウス。え、早く。スプレチャウス。スプレチャウス。で、嘘、そんなある。ちょ、南川さん黙ってください。聞こえへんよくなるから。え、もう旗折りチャウス。旗折りチャンス。チャンスなわけないじゃん。はチャウス。ガッシュさん、ほんまです。旗折りチャンス。いや、調べてるけど、これで出てきたんですよ。違う。四十八って、はい、全部言ってください。もう、ガッシュさん、ほんまに早く。やばいやばいやばい。する本店。する本店。はい。ちょっと面白い。ことぶき本店。辛くさいチャウス。カラクサギチャウス。早いね。うわ、やばいやばいやばい。魚のハマチ。ハマチ。うわ。おい、何してんねん。カシュさん、ほんま何も分かってなかった。何してんねん。そんなことないでしょ。読まれへん感じとかでめっちゃつまずいてました。なくなったやんけ、お前。武田も行きっぱなしやしやな。どうしよう。カシュのせいで俺めちゃくちゃ言ってるやん、俺。終わった。うわ、いやこれ無理途方もないぜ。これ四十八ってしかもうないっすよ。ない、二十八ってしかない。うわ、四十八ってしかないのに。これもこれね、これとこれとこれ。
絶対外せるはずやねん。うまい具合にあれが真ん中にあんだよ。いけちゃう？どうした？僕先出ていいですか？え？お前ほんまそんなことしたらいいと思ってんのか？いけそうなの？そんなありえないやろそんなこと、うん、2人で出ないといけないやろ。え、違いますよ多分。1人が出れたらどう？1人どうすんの？いやそれ知らないですよ、自分で考えてください。確かに弱い。一気に不利になるもんね1人だと。うわおいけそうだな。うわっ、いけちゃうんだ。おい、うん、ああ、そうだよね、そうなるよね。そうだよね、うん、何してんの。手袖出たでしょ。え、手袖だったでしょ。で、で、出られへんって。だって俺がおるんやから、うん、いや待ってください、これ僕出れます。いやいや出れないね実質的に、うん、俺がいるから。あ、もしもし。もしもし、言える？言います。じゃあ、いけるこれ。ザーッと言って言って、めっちゃ勢いでいいから。じゃあ、ちょっと、新一に変わるから、新一にダーッと言って、お願い。はい。はい、金井君、よろしく。いきまーす。はい。大丈夫ですか？はいはい、どうぞ。立ちかなえ。え、そっから行くの？味の本店じゃなくて？うん。あ、なんか、サイトによって。うわー、うわー、そうか。なんか違くて。立ちかない。時間かかるぞ、これ。あったね、立ちかない、あったね。はいはい。これが正確だと思う。ここの48が多いんで、これをとりあえずバーって言いますね。なるほど。はい。千鳥の曲。なんて？千鳥の曲。千鳥の曲？全然違うじゃん。なかったよ、千鳥の曲なんて今初めて聞いたで。うわー、怖いから。違うんだ。28って、ウィキペディアがさっきのやつなんですよ。うん。で、何個か調べたんですけど、今から言う48が多くて。そっちの方が本物ってことね。そっちが正解だ。おそらく正解。ほな、これ間違ってるやん、さっきのやつ全部。じゃあもう最初から言った方がいいんだ。だっけ、教えて。ちょっと待って。立ちかない、オッケー、はい。お願い。すいません、千鳥の曲。千鳥の曲。おい、まだ、まだ金井が言いましたやんか、僕。金井がいきなり千鳥の曲って金融に言い出したっすよ。すぐ人のせいですよ。初めて聞いた。初めて聞きましたよ。なんて言ってたの？千鳥の曲って。なんで千鳥の曲って僕なってそんなん絶対なかったじゃないですか。何個あるって？さっきこれは、ウィキペディアなんですって。やっぱりそうやろ。ほんで今調べたのが多分正式ですよっていう。そうやろ。それで何個違うの？それもわからないです。わからない。だから1からです。あんのもあるんですけど、ま、1から聞くしかもうないです。だってどれが間違ってるかわからないですよ。ライトついただけで暗なってきた。ありがとうって言ってんだよ。もうちょっと新一曲弾いて。なんか心したんだ。うわぁ、なんでだろう。昆布が海で出汁が出ないの、なんでだろう。なんでだ、なんでだろう。なんでだ、なんでだ、悲しい、なんでだろう。なんでだ、なんでだろう。なんでだ、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 なんでだろう。やっぱいいネタやな。